お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトプリンス枯渇デッキですね、はい、やっていきたいなと思います。マルチの上位でこのデッキを使ってる人がいて、まあなんかこうすごい僕がね使いやすそうというか僕が好きそうなね編成してましたのでやっていくんですが、展開落ちちゃいましたね、申し訳ない。なんか展開行ったんですけど、前回の動画かな、2時間ぐらいマルチやってほぼトロ変わらず、なんならちょっとだけ落ちるっていうね事件です。今沼ってます。なのでデクスターつきましたね。これラバルですね、元プロですね、インドネシアですね、はい、ベンザーリーデルとかと一緒のね、チームだった、人でございます。でなんかプリンスの枠、なんならエリババとかでもいいんじゃないか説が若干思うんですけども、まあ、エリババに強いのかな？プリンスだと。どうなんだろうね。まあ、1コス違うだけでどう変わるのかっていう感じではありますが、さあ、あれ、なんか、ええ感じのタイミングで矢田飴決めていきたいなとか思ったら、さあ、メガゴまで来る。で、フキアとエリキですね、体育。まあ、矢田飴あるから、ちょっと、なんかね、気持ち的には、勝てそうな気がしてる。それメガナイトプリンス組むだけで、相手はね、結構きつい説が。で、こういうのちょっと延命してあげて、で、ファイボとか来たら、エレキ速攻出してあげてね。よし。あー、ババかなこれもしかして。あはん。強い方のババでしたね。いや、でもいい。いや、いい。いや、エレキがナイスカバー。で、これ、相手ね、ザップだから、普通にこれきついはず。ファイボか？あー、いい。いいバルーンだけど、なんとね、ファイボがあります。で、まあ、ザップ打たれても一発ですね。一発しか入らないです。打たれなかったら一発も入らないです。さあ一発、いやこれでかいですね。まあエディババと墓石なので、まあ、墓石を壊した後の、まあ、僕の陸は基本的にやっぱどれもね相手は受けるのがしんどいっていうイメージがあると思います。まあ、言うので墓石使ってもらって3コストントンなので、まあ、そしたらこのプリンスとねメガナイトが最強。おえこの墓石を残すユーノの突進を抑えるちょっと強いですね今のは。で、僕、フキアとか結構最強クラスなので、相手はファイアボ打たなきゃやっぱ処理できないので、フキアできるだけ残したいよねっていうのはありますね。いや、これでもまあ、いろいろ来そうですけど。メガゴとか来ねえかな。さあ、ファイアボ打って、墓石残ってるのやばいっすね。あの墓石マジで強すぎる。で、まあ、おられない程度に。いや、あの墓石、オッケーオッケー、逆サイ行った、でかいでかいでかい。さあ、これは、もう圧倒的カウンターの流れ。まあ、相手もそれを理解してる。一旦ちょっと攻めちゃって。ファイブ打っちゃう。カツーン！で、これ、エリババ結構解けるんですよね。で、これ、ユーノを走らせて。ん？歩くか、お前。バカバカ、なんで歩いてんの？いや、でもこれ、いい真ん中目がないと。エリババ咲いたから、うん、しかもユーノが無双してる。で、なんなら、今プリンス行きたかったんですけど、まあまあまあ。今プリンスきついっすよね。なんならゴブリンバレルプラスの、まあ、ここのプリンスでいっか。復帰は延命します。で、ヤナアメファイボの圏内ではないが、近いですね。結構ダメージ近いので、で、積極的に攻めて、これやばいかな。真ん中バルーンされたら終わる？もしかして。ゴブリンバレーで攻める。真ん中バルーンしかないっすよね。もしかしてやばい？ん？もしかしてやばい？もしかしてだけど、みたいな。いや、耐える。トップ！オッケー！あ、で、グッドゲーム。ちょっと後半下手だったっすよね、多分。最後、もうちょっとぶっ破してよかった気がするっすね。防衛ファイボーいらなかった。どうだろうな。運が悪かったら耐えれてなかったと思うので、まあまあまあ、相手なんか名前に下ネタみたいな。失礼な。全然そうは見えねえな、普通は。怒ってる顔文字みたいな。ね。かわいい。さあ、よろしく。いつもより喋ってることマジで適当かもしれない。なんか、思いついたこと言ってるだけなんですけどね。いやー、で、フキアは結構大事だと思うんだけど、なんか手札的にね、一番軽めをやっぱ抑えていきたい。ヤナアメタワーに135ですね。ぼちぼちあるな。ベビドラ、スケラゴレ、レジアイ、
ラバ？まあラバのベビードラもあんまいないんでね。さあ、ゴレですね。まあ、ゴレはプリンス受けがまあきついので、よいしょ、プリンスこれあれだな、メガナイト蓋してよかったかもしれないっすよね、もしかしてだけど。まあ、ここ踏んであげて頑張ってもらって、ヤナメヤナメヤナメで全てさよなら、オッケーオッケーオッケー、いいね。いや、ヤナメ熱、これがまあザップとかまあタルババとかだったらね、ダクネだったりボンバとかもやっぱだるいので、ヤナメっていうのがいいですね。メリ残りダクネをボコボコにすることができるし、かつボンバーまで処理できる、これは勝ちたいな。ちょっとダクネ、次ベビードラ、まあトルネもあるか。まあなので一応金ギドされない位置にして、これはねどんだけトルネが綺麗でも金ギドできないと思うんですよね。さあ、まあ言うの吹き矢でもよかったか、これ金ギドされちゃうかな。金ギドされるの嫌なのでプリンス出します。オッケーオッケー、ワンチャンライトニング、うんうん、いやー、なんとも言えないな、なんとも言えないけど、これケツゴレ来る、いや来ねえのか、来てほしかったな。いやエリアード結構取ってんな、これ U のバレルとかでいいんじゃない、全然さては全然ダメこれ、うっやばい、最強だわあいつ、あいつ強すぎる、いやマジかマジか、やばいやばい、一気にピンチになっちゃった、すげえいるな。お、なんか2周目ダクネはあんま見たことねえな。これギリギリで、うわーマジか、マジかよ、耐えてくれ、あーボンバー強すぎたっすね、ごめんね、あの怒っていいよあのそりゃ初っ端から名前がねあれ見てとか言ったらわかるわ、本当にごめん、別にそういうつもりじゃなかったんですけど、これは僕のさっきのユーノバレルの攻めが下手くそでしたね。あれボンバーいたもんな、確かにボンバーいたの忘れてたな。あれはまあバレル単体とか、まあ、なんならユーノ単体とかでもよかったのかな。でもトルネで金起動されるのやつもんね、あいつバカ攻めてくるじゃん、こういう時に限ってメガナイトないみたいなあるあるですよね。でまあ 2.6 億だとしたら、これウッドでね一緒に引かれたくないので、まあ、逆サイ飛ばしてユーノが奇跡を起こすんじゃね、ナイス、うい、めり込み、これ結構後取ったけどな、どうだろうな、フキヤにウッド使わせて、まあ、バレル刺したいって感じではありますが、そんなうまくいくでしょうかっていう。さあここはエリア取ったと思うので、ケツメがないとから流れを掴んでいきたい、ユーノ追加大事かな。あとは攻めやな雨で相手のスケルトンアイスピーね、たまたま巻き込めたらそれだけでもでかい気がします。さあ、あれ飛ばされるんすね。でもこれアイグルを使うとこのプリンス受けないんですよね。あ、ホグ釣り、カトゥーン、カトゥーン、いやこのマスケを守るかどうかすごい悩んだんですけど、相手も結構コスト使ったっぽいので守りました。なんかちょっとやばいな、ホグ来ないでほしいな、ホグ来たらどうやって守ろうこれ守れねえからゴブリンバレルでワンチャン攻める。いやでも相手も自分コストねえってなってるから攻めれないか、オッケーオッケーオッケー、いやこのダメージはでかいですね。まあ、あとバレルをこれ1個ぐらい奥にしとくと結構ウッド外してくれることがねあります。うん、めっちゃいい防衛された好きだけでなんなら完封されちゃった。うん、でアイゴレアイスピでキング起動とかワンチャンされちゃいますが、まあマスケ咲いたらさすがにできないか。ユーノがねもう走るだけ強いんですよね、基本的に走れば走るほどもうね、なんか勝手に相手にねダメージ与えてくれるんで、で相手はこういうプリンスにね普通だったらウッドとか打ちたいと思うんですけど、僕ゴブリンバレルいるのでなかなかウッド打てないっていうね。うん、もう一回奥にしちゃおう。
もしメガナイトプリンス持っとけば相手になかなか攻めづらいですもんね。これメガナイトが前に来て、うん、いや完封とかできんのかなとか思ったんですけど、さあウッド使いたいぞ。相手は、相手これは使うでしょ。いやこれは使う、うん、いやいいボール、あでもバレルちょっと入ってる、オッケーオッケー、これ入ればでかいですね。いやーいい捨てますけですね。で僕はホグだけ警戒して一旦ここはね攻めずにコスト耐えます。うん、まあ、これの繰り返しですよね。そこそこにちょっと手前めにね、謎に手前めにウッド低めだったら一発？うん。いや、これは、メガナイトが間に合わねえ。いいタイミングのホグや。まあでも、完封でかい。ここちょっと延命したい。さあ、あとはもう守るだけで勝てそうみたいなとこないかな。いや、この矢の目、完璧。いや、でも相手のホグも完璧。さあ、どっちもある。いい。いい。いいね。いや、でも右側入ったところで全然意味ねえ。いやでも思ったより入ってくれるそんなにいくかっていうぐらい来たな。いやーこれアイグレ裂いたもんな。アイグレ裂いたら相手陸域絶対きついから行った方がいい。よしよし。でゴブリンバレルとか高めとかにやって、よし来た。一体残るやつバレてねえ。しかもでここはもう早めに守って完封して、オッケーオッケー。いやファイボ削りいかれるんよな。これがまためっちゃ大きめにしちゃって、ホグ来るか、ホグ来る。うん耐えろ。いやこれさてはファイボ削りした方がいい。いや一回守るか。いやファイボ削りして、ファイボ削り来るよな。これエレキで、あ、オッケー、プリンスナイス。プリンスナイス。オッケーオッケー。いや、これは、矢の目で削って、最後5打って、これで負けたらもう無理。オッケーオッケー。あ、オッケーよ。さあ、グッドゲームですね。まあ、高回転ウッドというか、まあ、あと陸受け豊富だったので、普通に26は結構きついかもしれないですね。結構きついかもしれない。よし。いやー、今日も展開いける。最高。昨日も展開いって、今日も展開いける。なんか毎日展開いけるって幸せじゃないですか、皆さん。皆さん展開目指してね、もちろん頑張ってほしいですし、行ったことある人もまあいると思うんですけど、僕毎日展開いけるこんな幸せなことがあるのか、まあ果たしてそれは幸せなのかどうかみたいな。さあスケアミコウモリ、うーん、マスケジャイスケラか、ジャイスケラっぽいけどな、今のところは。あーもう確定演出出ましたね、これは。あとまあ、ジャイミニペかジャイエリババだと思いますね。で、スキアミもあんのかな、これ。このプリンスの受け、あー、スケラボーイですね。ジャイスケラ確定ですね。まあ、序盤守って、後半からまあ、流れをつかもうっていう感じだと思いますね。これちょっとヤナム打ったら、ここに多分、あー、スキアミ使ってほしかったけどな。うん、うん、うん。これはどうなんだろうな、勝てそうな気もするけど負けそうな気もしてますね。若干ゴブリンバレルにヤナム打たしたら吹きは最強、それだけですね。わーいい許容だな、これ。これやべえよな、ギリギリで、ギリギリにする必要もないんだけど。オッケーオッケー。いやいい角度がいい、メガナイトエレキの角度がいい良すぎやねっていうぐらいいい角度してましたね。でこっちを攻めると相手もね両方見ないといけないので防衛が大変になります。で今スケルトン部隊裂いたから、もうこの単体プリンスでね、で多分プリンスがタワー殴ってからミニペックとかは出してくんのかな。コストもねえかそんな。よしよしよし、激アツで、なんならここでちょっとね追い打ち、キングも狙えるようにね。おい、相手はもうメンタルいかれちゃいましたね。先に相手のねメンタルの方のキングを折っちゃったぜ。よいしょ、ファイブやなめ圏内。
グッドゲーム。そういうわけで来たぜ、2日連続展開到達ちょっと意味わかんないけどね、普通意味わかんないけど、よしよしよし。ちょっと相手最後諦めちゃったので、もう一戦だけね。欲しい、よろしく。これ相手の横についてるやつなんだろう、スパゲッティかなんかピザか、うーん、隕石みたいなあれ何なんだろうな、ちょっと待って。相手のこれ名前の横についてるのあれ何だと思います？いや、めっちゃ携帯近くにしてみたのに分かんねえな、これ。ちょっとコメントで教えてください、誰か分かる人いんのかな、あれ何なんだろう、分かんねえな。これインドラかスケラーですね、これ。インドかランバルキリーか、バルキリーか。これダメ。うん、ゴブリん、あー、ゴブリアイビズだったらもうあれですね、ゴーグルおっちゃん、エレジャイ君しかいないと思います。まあ、なのでユニット3枚とかつけちゃうとライトニングで防衛されちゃうので、まあ2枚ぐらいが程よいですよね。で、吹き矢ぐらいがなんなら程よいみたいな。タルババ使ったらもう、うん、いや、めっちゃいいエレジャイ受け。だってこれで俺の吹き矢いかれるもんな。うわ、え、うん、まっ、ちょっと待って。今メガナイトで押してエリジェイが走ったというか、ちょっと早めに行っちゃったっすよね。ね、今のやばくないですか、やばすぎっすよね。で、しかもしっかりタルババ型、タルババボーラー型か。まあ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 、プリンスが杖ですね。プリンスが杖が施設はないので、エリジェイを防衛するのにエレキがないと多分ね、結構早くね走ってきちゃうので、そこ大事ですね。エレキが結構重要です。これメガナイトプリンス組むだけ最強説ないかな。まあ、とりあえず組んで様子見ましょうか様子見るっていうか、もう僕は見守ることしかできないんですけど、うん、よし。あ、トレネで金起動か。お、いや、いいね、あ、いいね。いや、思った以上に入ってる。うん、これでもな、守れないっすよね。よしよし、エレキで、エレキ、いや、マジエレキ強え。よし、いや、よく耐えた。うん、で、左はやっぱカウンター来るので、さっきの流れね、右側を攻めていく。で、なんなら一時交換してえな、俺も。一時交換してんだけど、一時交換できそうにねえな。いや、一回守るか。一回守っちゃう。一回守って。うん、相手外してる。でかい。プリンス残れ。いや、世界変わる、これは。これはもう、あー、でも強えやつおったわ。石ころくん。石ころくん強えよな、マジ。ボーラー。やっぱできねえな。いや、なんだそのおしゃれなアイスイス。あ、でも、待って、言うのが、あれ？まさかこれは決まってく。オッケー、グッドゲーム。いや、言うの無邪気ですね。いいことでしたね。元気いっぱい、ナイス。というわけで、本日もね、展開到達して、僕はもうすごくね気分がいいので、こんな感じで終わりたいなと思います。メガネットプリンス言うのですね。なんかエリババ今流行ってて、エリババ受けすごい少ないように見えるんですけど、まあ、エリババと当たんなかったですね、今日は僕は。はい、まあ、そんなわけでぜひね、このメガナイトエリババぜひ使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね。メガナイトエリババじゃない、メガナイトプリンスですね。はい、高評価、いいね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。